あ、どうも。もうなんか、あからさまに危ない人なんだけど。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃ、とりあえず、まあ、シオンタウンに戻る前に、まだトマムシシティ回ってないとこいっぱいあるけんね。てか、これ、さっきまであったっけ？お、気になっているね。僕とこのマシンが。聞いてみたいかい？詳しい話をさ、教えてくださいよ。ふふん、仕方ない。このマシンはね、広いお空を飛べちゃう素晴らしい乗り物なのさ。我ながらすごい発明。技術といっても申し分。あ、飛べるようになる。これで、移動できる？でもせっかく作ったのに誰も乗ってくれなくて困ってたんだ。君は勇気がありそうだし。技術、空渡り、乗り方を教えてあげちゃおう。これ、あれよね。フィールド上移動するわけじゃないよね。町と町の間をちゃんと移動してくれるんだろうね。お、もしやそのエイベが操縦したいっていうの？いいね。まさにインスピレーションそのまんま。じゃあ早速。ここをこうして、ああして、ハンドルを持ってグイー。あれがああなってそうなると、風船でふわー。いける？イーブは秘術空渡りを覚えた。頭いいね、君。秘術空渡りを使えば、これまで行ったことのある街に飛べます。やった、これでシオンタウンまでも一気にやね。X メニュー、イーブと遊ぶから秘術を選ぼう。なるほど、なるほど。このマシン、君たちに投げるから、たくさん空を旅してよね。ありがとう。空渡り、楽しいかい？次はどんなマシンを作ろうかな。また何か作ったら、教えてください。ぜひとも。お得な掲示板。翼アタールは技の命中率を上げる。クリティカットは技が急所に当たりやすくなる。道具のお買い求めはタムシデパートでどうぞ。広告ですね。あ、ここなんか入っていける。え、あれ？こっちから。そういうことか。びっくりした。いけんのかと思ったりっすよ。はい、けさ切り。張り切ってるね、イーブイ。アイテムが落ちてるだけやとは思うけど、あ、違う。こっち側に来れるってこと？なんかこの辺、この辺、何してるの？あら、こっからはジムに行けない？全然行けないよ、そこ。生垣だし。何してるの？びっくりした、入れんのかと思った一瞬。羽屋さん？はあ、ポケモン？ああ、ここは人が泊まる旅館ですじゃ。あいにく部屋いっぱいでな。あ、そうなんや。じゃ、とりあえず、話聞いて回ろう。あ、すげえかっこいい。ギャラドスとウェンディーや、あの絵。私、弟と彼氏、3人で旅行に来たの。タームシシティってとっても綺麗な街なのね。彼氏と弟、なんか弟向こう一人でポツンとかわいそうよ。疎外感半端ないんやけど。なんで？彼女と二人きりの旅行のはずが。しょうがないやん。お母さん代わりなんかもしれんしさ。はーい、旅行だぞ。お姉ちゃん大好き。満足そうでよかったけど。なんかこれ一瞬謎の草かと思った。見えるよね。かわいい。はい、そして。ジムはどこにあるんやろ？まだ挑めんのかな？ポケモンが空を飛ぶゲームが大人気。ガポガポ稼げて手に戻る気持ちだ。ポケモンが空を飛ぶゲームとは？空飛ぶピカチュウとかおったよね、なんか。波乗りピカチュウとかもおったけど。さあさあ、食堂に行きましょうね。あ、びっくりした。同じこと。おばあちゃん、お腹すいた。結構でかい子な気がするけど。高校生ぐらいじゃない？違う。おー、いいね、いいね。うちで飼ってるポケモン、体力ないから、いつもデパートでお薬買ってくるの。え、大丈夫？ポケモンにも病弱とかあるんか。そしそ、むしゃむしゃ。ゲームコーナーの下に地下室があるらしいね。そうなんですよ。私もさっきそこ行ってきたんす。うおー、ゲームコーナーで遊びすぎて、手がプルプルするぜ。最近のゲームは面白すぎて困ったもんだよ。さっきゲームセンターにいた人たちかな？もぐもぐ、カレーがカレー。いいね。ギャグがはかどるね。いらっしゃい。常連ばかりで悪いね。いや、全然いいよ。別にね、そんな、話しまくりよるとかじゃなかったら、居心地とかも、にならんけん。目の前でなんかめっちゃお店の人と話しよるとかならあれやけど。綺麗な街づくりが自慢のタマムシだけど、ゲームコーナーのあたりはちょっと怖いわ。治安悪い感じではあるんかな、わからんけど。あれ？ジム行けんやん。え、全くジム行けなくないっすか？じゃあとりあえずシオンタウン行きますか。イーブイと遊ぶから、
うわ、もしお腹が空いてきた。マジで食べます、食べましょうか。じゃあ、あ、どうもどうも、はい、いいね、はい、とりあえずこれがなんか一番多いけん、はい、どうぞ。どう、満たされた満たされたかい。でちょっと手術を、虎渡り。あ、これでどこだ、シオンタウン、これか、シオンタウン、なんかでっかいタワーが、これやね。ポケモンのお墓がある静かで荘厳な街、飛びます。あー、すげえかわいい、めっちゃかわいいんやけど。イーブイが火事取り寄ったね。あ、無事帰ってきましたよ、報告。ロケット団からカラカラを助けたの？君すごいな。これ、ありがとうの気持ちだよ。スーパーボール20個もらった。あ、ありがとう。こちらこそありがとう。君みたいに勇気があれば、ポケモンタワーも平気で登れるんだろうね。振りですか？それは振りなんですか？頑張るよ。お？どうした、しげる？誰その女の子？カラカラのお母さんが？そうよ。ロケット団はガラガラたちの骨を高く売るために、次々とさらっては、カラカラは亡くなってしまったお母さんを今も探してるの。私、ロケット団を許さないわ。俺だって、さっきカラカラがまたタワーに入っていくの見たんだ。いなくなった藤老人って人も、ついでに探してみるよ。ついでって言わないであげて。ありがとう、気をつけてね。二人とも普通に探してあげて。私が視界に入ってないの。お化けは怖いけど、行かなきゃ。あ、アイナちょうどいい時に、今の聞いてたよな。一緒に登らないか？あ、いいよ、別に。助かった。じゃあ行こうぜ。なんで端に避けてんだよ。ほら行くよ。俺は後からついてっからさ、背中は任せてくれよ。何言ってんだ。背後を取るんじゃねえよ。あ、これで多分シルフスコープを持ったから、見えるようになったかな。どう？この階はまだ出てこんのか。次からかな。この上の階から出てくる？いっぱいいるけど。ふぅ、やっぱりいるのかよ。え、アイナ、何それ？シルフスコープから幽霊に正体を見破った。おーみ、でっかえ、でっかすっげえ、お化けの正体はポケモンだったのか。あ、シゲルにも見えるの？みんなに見えてるのか。消えた。消えたよ。何固まってんの、そこで。ゴーストポケモンなら怖くないや。安心して進めるな。あ、だから別行動ってことっすか？どういうことなんすか？お、眠気覚まし。お墓で眠気覚ましってなんかね、幽霊が目覚めるかのような感じやけど。お！ボス！欲しいです。おいでおいで。違えた。バックじゃない。そっか、戦闘じゃないんよね、これは。かっこいい。ダメだ。ダメな気がする。ゴーストマジであんなんでかいんやね。ちょっとびっくりなんやけど。さあ、よし。微妙だな。ダメな気がする。ほい。お！あー、出てきたー、とちょっとやったのに。かっこいい。避けないで。どうなん？全然真ん中に当たってくれんよね。ほらー。あー、逃げたー、弾けたよ。弾けたよ、大丈夫。で、こっちのゴース、捕まえます。来いよ、来いよ。はっ。どうだ。お願いします。お。やったー、一発、嬉しい。やったー、ゴースを捕まえた。いいぞ、いいぞ。これで新しくゴースの情報がポケモン図鑑に。ゴースガス状ポケモン。古くなって誰も住まなくなった建物に発生するらしい。形は曖昧でガスのよう。ふぅ、やっと一匹。さあ、行きましょうか。あ、どうも。えい、悪霊め、悪霊じゃない、私。どう見ても人間でしょ。やめてよ。こんなポケモンもいないしさ。教師の琴音が勝負を仕掛けてきた。もう確実にちょっとおかしいよ。おか
しいよ、大丈夫か。神経ミュウ。技が出せるっぽいけど、でもここは。サイコウェーブ。これ逆じゃないか。ちょっと思ってないけどさ、向こうの方が効果抜群じゃない？大丈夫かな？なんかこう、アニメを思い出したときにさ、なんか、ゴースト、違う、エスパー相手にゴーストを出しよったような気がするんやけど。ですよね、絶対山吹シティの夏目相手に、ゴーストタイプのポケモンを使っていたような気が。逆だわ。え、じゃあゴーストタイプは何が効くの？くっ、上にいる仲間も悪霊に襲われたようだ。大丈夫、それも勘違いとかじゃなくって、ゴースト欲しいんだけど、ゴーストは捕まえたので、ゴーストが欲しいです。怯えてる、大丈夫？でもポケモンだからね。はい、いい傷薬ゲット。いい傷薬何個あっても足りないからな。え、ピカチュウ、君大丈夫でしょ？びっくりした。まだ体力あるでしょ、全然。穴抜けの紐もね、迷った時とかは役に立つよね、すごい。これは一体目的は何なんやっけ？お、技マシン04、テレポートをやったやん。え、目的としては、お、勝てるか。勝てます。そんなおかしな人に私は負けません。教師の沙織が勝負を仕掛けてきた。さっきから名前は可愛いよね。琴音とか沙織とかさ。いけ、ミュウ。あれか、ここの一番上とかに、ガラガラがおるんやっけ。とりあえずあれよね、カラカラが、ポケモンターンに戻ってきた、んやと思うけん。それを、その結末を見届けなければいけないんだな。ふぅ、ポケモンの様より霊を安らかに。安らかにじゃねえわ、人に危害を与えやがって。びっくりした！ちょっとついてきよったよ、今。なんか真ん中に、何あれ、何かしら召喚される。お前も仲間に。みんな取り憑かれてますけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？祈祷師の一人が勝負を仕掛けてきた。お、ゴースト大丈夫。サイコウェーブ。はい、オッケー。早くあの真ん中のところに行きたいんだけど。なんとしたことじゃ。これは一般の私に、一般の私を殺そうとしたことでしょ？取り憑かれると足をまだまだ。大丈夫。みんな取り憑かれてたからなんか。聖なる祈りに守られた結界へ入った。アイラとポケモンは一休みして元気になった。あ、そういう感じ？あ、なるほどね。そういうことなんや。さあ、こっちへ来なさい。ここには結界を張ってある。休んでいくがよい。休みました。あ、ちょ、待って。何回休むねーん。そこの階段に上がりたい。大丈夫？ピカチュウ。全然怖がることはないよ。ってことは、魂よこせ。みんな取り憑かれとるやん、ほら。ってことは、この上がもう最上階とかそういうことかな。よくあるやん、RPG で。教師の巫女が勝負を仕掛けてきた。なんか、最終目的地の直前ぐらいに回復スポットがあるみたいな。ここで回復して、セーブして、やられてもここからだから大丈夫みたいな。そういう感じじゃない？え、ってことは戦闘があるんかな？あ、あと一発。あ、やばい。こんな時に毒が。お、いいぞ。こっちからの攻撃いいぞ。よしよし。はぁ、はぁ、賞金に戻りましたか。私は取り憑かれておったか。取り憑かれてない人いないから大丈夫です。あれ、まだ最上階じゃない。マジで？
絶対最上階やと思ったんやけどな。あ、どうも。ひひ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 。もうなんかあからさまに、あからさまに危ない人なんだけど。人押しの八重子が勝負を仕掛けてきた。はい、ゴースト。ミュウでいきます。さあ、でもこの一発で。サイコウェーブ。オッケー。苦手なはずのポケモンタワーをめちゃくちゃ頑張ってくれているミュウ。なにちょっとこっちが悪者みたいだからやめてよその反応。イキション。あれ、わしはどうしてたんじゃ。そういう、なに、ごまかしてんじゃないよね。お、ハイパーボール3個やった。嬉しい。これはすごい傷薬、やった、補充できた。嬉しい嬉しい。びっくり。立ち去れ。びっくりした。ゴーストに当たったんかと思ったのに、イベントの方ですか。ここから立ち去れ。ゴーストじゃない。げ、ひときわでかいのが、まだガラガラじゃない、多分。あゆの、あれ、さっきのあれやって。さあ、シルフスコープを使って相手の正体を見る。さあ、その正体は、ガラガラ。おー、カラカラいたのか。なんか話してる。何？なんて話しようんやろう。ちょっと、翻訳をしてください、翻訳を。ははぁ。せっかく感動の再会を果たしたというのに。母親の方何も言ってなかったやんね。え、母親の言葉は立ち去れって分かったのに。幽霊の正体は、カラカラのお母さんの迷える魂だった。優しいカラカラのお母さんに戻った魂は、無事天に昇って消えていきました。カラカラ、お前お母さんに会いたくてここに来てたんだな。あ、じゃあ、死んどるってことは分かっとったってことか。お母さんのこと怖がったりしてごめんな。あゆな、俺、カラカラを一人にしたくないから、家まで送る。そうだ、上の階に藤って人がいたら連れて帰ってくれるか？一人で帰れる？めっちゃバカにしとるやん。え、平気だよ。カラカラと一緒だし。あいな、なんか頼もしくなったな。え、ロケット弾からカラカラを助けた？いつの間にそんなに強くなったんだよ。いや、それならあいなに任せるよ。よし、行こう、カラカラ。何を任せるの？てかさっき捕まえようと思ったゴース、君じゃないんだよ。君はもう捕まえたんだ。捕まえるけどさ、奇数的な問題でも捕まえるけどさ、私ゴーストが欲しいんだ。こういう時に限って一発で捕まえれるっていうね。なるほど。まあいいことなんだけどもね。はい、連続ゲット。上の階は、あ、そこからか。あ、いろんな方向に階段がついとるな。よし、じゃあとりあえずここで、富士山を。いらっしゃいます？あ、いたいたいた、おじさん。球根や球根。え？お待ち、私たちが先よ。何？幽霊が消えてやっとてっぺんまで来れたぜ。あんたが富士ってじいさんね。ロケット弾のためにもう一度ポケモンの研究をしなさい。無視してくれちゃって、ボスのために絶対協力してもらうぞ。え、どういうこと？もともとロケット弾の研究しようったってこと？今このじいさん説得してんのよ。邪魔するつもりなら容赦しないぞ。3回戦うねん。いや、いいけどさ。今全然余裕だからいいけどさ。もうさっき回復させたばっかりやろ、かわいそうに。何回戦いに駆り出されるんだ。よし。あ、でもこれあれじゃない？これでさ、さ、え、何？どうなった今。え、いけるんじゃないね。多分、きっと。さ、
これで EV の応援。え、なにそれ、A の攻撃が上がった。あ、そういうのがあるんや。へえ。でも EV の姿は見えんかったけど、まあ今頭の上におったね。花びらの舞。まあでもこれで余裕になったってことやろ、より一層。あ、やめてやめてやめて、効果抜群なんだよ。あー、つらい、つらい、やめてください。ちょ待って、ポケモン、ちょ待って、ポケモンを入れ替えよう。とりあえずミュウはもう頑張ったから、ミュウはもう頑張ったので、あのゴローンに、よし、出ておいでゴローン。ガツイ2匹。とりあえず今まではね、今のは可愛いのと、ちょイカツイのやってきと、イカツイ2匹でいきます。花びらの舞。何回か攻撃はできるけど片方だけないよね。しかもその片方を選べないっていう。よし、お、岩なだれは両方や。まあなだれやもんね、片方だけ巻き込まれないとかいうことはないか。現実的な話。あー、でも出せる。花びらの舞。そして、あー、岩なだれ2匹連、2匹ともしうるとこ見たかったな。あ、途中で経験値入るんやね、なるほど。まだこっちの攻撃の番じゃないの？岩なだれ、思ったよりも攻撃ダメージが与えれない。あ、これ岩落としやった。まあいっか。まあいっか。適当か。うわ、岩落とし。でも岩落としの方が効きよる気がするな、なんか。はい、花びらの舞、これでいけたやろ。オッケー、よしよし。さあ、これで武蔵と小次郎の勝負に勝った。なんなのよ、覚えてろよ、毎回毎回。で、ゼリフを残して去っていく。あー、またこっちのセリフだよそれは。藤葉が連れ去ってこっそり手柄を立てる計画は失敗か。あ、命令ではないんやね。分かったわよ、おとなしくやむぶきシティでシルフカンパニーを乗っ取るの手伝えばいいんでしょ。嫌な感じ。そっか、次はやむぶきシティでシルフカンパニーだね。おじいさんこっち向いてよ。何、寝てないよね、びっくりした。おや、あなたはどうかされましたか。私がロケット団に襲われてですって。ガラガラのため祈っていて気づきませんでした。マジか。あ、どうやらガラガラ天国へ向かったのですね。お礼をしたいので一緒に家へ参りましょう。お、魂がおらんくなったこと気づくんや。さて、アイナさん、ポケモン図鑑作りはポケモンに対して深い愛情がないと完成は大変難しい。その助けになるかわからんが、これをあなたに差し上げよう。ポケモンの笛、やった、これでカビゴンが起こせるんじゃない。ポケモンの笛を吹くと目を覚ますポケモンがいましてね、もしどこかで寝ているポケモンに出会ったら笛を吹いてみなさい。ありがとうおじいさん。帰ってきたよおじいさん。ああ、あったかい、ポケモンって抱っこするとあったかいんだよね。ポケモンのは大抵そうだよ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことはまだ玉虫ジムはまだ先ってことかな。次は山吹シティで夏目との勝負かな。